というわけで倉見山の方に行きます。合ってるよな、大丈夫だよな。川沿いに何個くらいありません今のところ指が。いきなりどっちだっけ。3サロですけど、一応4サロか。あ、やっぱないですか。じゃあそこはもう GoPro だけで、うん、サファリランドですか。あれ、これ真ん中のやつか、これか。まっすぐですね。あ、こっちがひばり峠。かなり古いガードレールも黄色ですね。わあ、いいなあ。車多い。いや、車多い道じゃない方がいいです。車少なければ少ないほどいいです。昼飯、どうしよう。秋吉台まで行って、下手したら2時、3時まで食えないですね。あ、でもカロリーメイト1箱あるんですよ。ヘキサってやつですね、これ。どこに出るの？秋吉台へ。これで向こうの国道に合流した後、すぐまた県道に抜けて、何峠だっけ？小野峠だったかな？ん？キャンプ場？うん。ああ、いいですね。しかもこれで勾配が緩いときたもんだ。うん、調理したい。カロリミは私はいつもフルーツ味です。若干苦味がありますよね、フルーツ味。そう、くねくねしてるくせに、くねくねしてるくせにやたら勾配が緩い。あんまりこういうパターン見たことないです。だから何かの間違いかもしれない。うん、私もフルーツ味が一番好きですね。チョコレート味が一番ポピュラーそうなんですけど、私はなんかチョコレートとパサつきの感じのミックスが若干苦手なんですよ。メープルはかなり甘いですよね。っていうか甘い匂いがするのか。マーガリン、うん、あ、電波ない。ありがとうございます。まあ、じゃあ、あとは、あ、カメラありがとうございます。ん？ミヨンさんかな？谷底、あー、なるほど。あ、で、蛇行してる川に合わせてるからか。回ってるだけで、なるほどね。監視、何？フルーチェ？そうか、蛇行してるの川に合わせてるからか。ああ、じゃあもともとこれ古い道なんでしょうね。新川橋みたいなのもある。いいなあ。今日はなんか道間違えたおかげでえらくいいとこ走ってる。まあ向こうの方がもっと良かったのかもしれないですけどね。おお、いいですね。電波でもなくなるんですよね、エリア的には。でもしかしたらタイミング悪かったら延長切れてしまうかも。あ、こんにちは。日本の田舎ですね。いいなあ。わあ、この道はいい。なんかバケツで水汲んでる人いましたね。あ、でも怪しいか。でも私は堪能させていただきます。うん。無計画、いや、わかんないですけどね。ダメか。いらっしゃいませ。ああ、エリア通りか。エリア情報通り。若宮神社、あ、声、声って言ってもいいなぐらいしか言わないですけどね。でもパラパラ家ありますね。うわー、この道いいな。この周りの緩い、なんていうのか、一応切り通したから高知系になってるのかな。
いいなあ。あ、これは人ん家か。この道に入るのは。いや、家の間抜けられそうだ。限界集落、まあ、シャレじゃなくて本当にこういうとこ来たら多いと思いますけどね。そうだな。そうな、うん。昭和っぽい、なんか河原、意外と新しいですね、河原が。あれ、ちょっと待って、道どうなってる、これ。ああ、行き止まりだった。あ、でも向こう抜ければ行けるかな。柵があるのはあれは？イノシシ除けの柵じゃなくて本当に入れない柵かな。あ、本当に鍋っぽいですね。いや、あ、やっぱこれでも開けて入るの良くないな。降りますか。あ、そこの道とかよさそう。あっち行けるかな。多分この辺り着眼のイノシシ除けとかそういう目的があるんじゃないですかね。あ、結局戻ったか。しょ、不自然さのない振り方だね。不自然さのない。あ、つながった。音声これでじゃあ復活したかな。ちょっと今あの行き止まりの集落の西に入ったら完全切れたみたいです。お昼見て、お、白鷺。あ、これソフバンじゃないです、フォーマです。私は電話通話はソフトバンクなんですけど、データ通信はフォーマです。で、両方に払ってる。ソフトバンクは月2000円台だったかな。で、ドコモが6500円だったか700円だったかで。あ、一言。ダイン。どちらからでしょうかね。あれ、いました。この辺りの柵多分全部イノシシ用じゃないかな。あ、すいません。地山ダムを作っています。あー、いいとこだ。いいとこだって、あのたまに来るからいいんであって住みたいってわけではないんですけどね。あこんなところのガードレールまで黄色い。またそのガードレールを夏みかん色にするっていう話があったのは相当昔なんですね。気温の低さがちょうどいい。登ってる分には。川がちょっと濁ってるの、これ雨の後だからかな。本来かなり綺麗なんじゃないかという感じですね。あ、
ちょっと日が出てきてる。あの山の上で、道は左に、これだと右岸か、右岸側でも行けるか、怪しいけど、この辺りの、またシラサギ、わあシラサギいっぱいいる。のどかだ。この辺りの屋根は全部このオレンジ色の、ああなんて言ったっけこれ、なんとか瓦。前東海市場の辺り走った時に教えてもらったんだ、この瓦の名前。何瓦だったっけ。全部この瓦ですね。家はある程度年季が入ってそうでも瓦は新しい。ここ川沿いだから畑とか田んぼもできて、結構人が住んでるとこなんですね、ここは。帰る。あ、来た。あれ、来た。一人で、あれ今どっから入ってた。そう、 GoPro 様に録音してましたけど、まさかこれスピーカーが切れてたから喋ってなかっただけ。のどかだなとかも聞かれたのかな。うん、昼飯は、あ、やっぱり白鷺のところ入ってたのか。なんでだ、途切れてただけ、あの断線してただけ。ちょっと手また止まった。でも本当いいな、この道は。あ、でこれ途切れたのが電波来てないんじゃなくて読み上げてないだけの可能性もあるのか。ちょっともう一遍接点を、変わらんか。0キロ BPS。怖い。
噴水してるな。で、左側のこれは田んぼか何かに水を取るためのところですかね。あれ、県道の合流までもうちょいか。本当に川沿いだ。三沢川、天井川、おお、ちょっと電波チェック。あれ、あれ、つながってる。そして充電できてない。今つながってるってことは読み上げの問題じゃないな。どうだ。繋がらないな。ちょっと向かい風がきついな。
これを左か。バス停がある。時刻表が見えない。日曜のなんとか町行き、なんとか長行き、14時33分しか見えない。何しろ月曜か。パーといっても登り続けてると結構汗が出る。さっき長袖の上着いらないな。これを一番下に挟んで、これをこっちに上に挟むと、これでいいか。うわ、この山の方に行くように見える。県道と合流するのに。あ、最後ちょっときついか。行けて、
うわ、結構ある。魚見えないな。うわ、道か。結構上にある。あ、やばい。もうすぐ延長だ。合流、最後きつかったな。ここも県外かな。プロなんだ一応。電波は切れてる。繋がらない。ああ、間に合わんか。ふう。お。ああ、涼しい。あれ、なんで下ってるんだ。いいのかな。
まだ雨がばらついてる。あれ、すがこっちか。ん？左だよな。ここからまた登りか。うん。雪降ったら最初でしょ。黄色くない。こりゃ電波ないな。あれ？ここもさっきと同じバス停名で。1日3本か。で、土日は1本なのか。ああ、月水金だけのと日食日だけがあるから1日0本か1本ってことか。あ、0本か2本ってこと。1本2本ってことか。この山の中で。すごいな、これも国道か。3桁だけど。あ、50分待ってる。これはダメだな。繋がらない。よいしょ。12日のとこ、これ。え、唐突に終わった。というわけで放送終了。Pシャツけっぱなしとこう。じゃあ次は秋吉台に着いてからまた放送かな。どこまで行ってもガードレールが黄色いな。山の中の方がガードレールの黄色。お、真っ黄色。
これは、あ、貯水池かなんか作るのかな。それか砂防ダムか。貯水池はないか、こんなとこで。あ、デジカメのバッテリーが、うわ、新しい。あ、そこだけか、新しいのは。電波、あ、繋がった。主体に着いたら、着いたら変換できない？到着したら再開、再開しますと。写真、ウェブカメラが浸水しないようにこれだけ防水しとかないと。ツイートできたかな。ああ、霧雨が強くなってきた。まあ、登りにはちょうどいいや。いいな、ここも。
鉄塔の音かこれ。予定ルートだと、ああまだまだだな。うわ、降ってる降ってる。うわあ、ああダメだ、さすがに暗い。ここでやったらまずいか。でも壁のバッテリー交換しないと。お、民家。ここは。女屋敷ってなんだろう、目屋敷かな。で、水戸、水戸、これは、ではまっすぐでいいんだな。
下に見えた集落の絵の道か、あれは。こっち来た。こういうところでも放送で見せたいな。萩下記念。そうだ。からメールが来てるかもしれない。あ、来てた。26号線。356だ。26はこの真ん中のやつだな。この赤いのは花かな。あ、泥羽が。ああ、これか。デジカメにも水が入り始めた。あ、牛だ。
棚田というか、うん、棚田か、田んぼの中に牛がいる。あんな、あれ田んぼじゃないか。あ、そうだ、雨つく。あ、またついた。うわあ、やばいな。ちょっとデジカメメンテしないと。まず電池を取り入れて、どんな車来たらまずいな。この木ダメだ。T シャツ。ママかな。うわ。うお、来た。よいしょ。来たよね。うわぁ。よいしょ。また入らなくなった。おかしいな。どんどん入らなくなってくる。
で大体大丈夫かな。うん、でも仕上げに曇ってるか。でもこれ国道か。これ国道？かなりすごいな。うん、あ、畑か田んぼじゃなくて畑で牧草地なんだ一応。放牧なのかな、これは。見てるチャス。あ、キジだ。キジの方も見るのか。キジの赤い顔がかすかに見える。デジカメ写真だとどうかな。あ、映る映る。なんであの記事はじっと顔出して牛見てんだろう。
い道だ。お。三桁国道。おお。あの橋もいい感じですね。で、ルートは右か。ここで国道を外れて、なんか小野峠だったかなってとこに登ります。で、そこから国道沿いに行って。これは、じゃあ気をしたいか。気食い商人、微笑み仏。この辺りの彼もやっぱ全部あれですね、オレンジ色のなんとか瓦。あ、これで晴れてればな、最高なのに。結構降ってんな。そろそろ上着、雨具着かなきゃまずいか。うわ。なんかあるかな。
お、木管地蔵、木間地蔵、地域活性化センター、ちょっとここで来させてもらおう。するためには、ギリギリか、ギリギリすぎる。まあいいか。5時間行きますね。いい鳴き声。あ、ここは閉まってますよ。サイロみたいなもんか。これ。うん？小学校か？中学校、あ、小中学校か。ことは左か。あ、左だ。
これはまた登りか。あ、そっか、これ向かい風でウェブカメラが風受けてるってことはマイク穴も塞いとかないと。もういい加減にしてほしいな。これ私が来てから移動始めたんだ。あの鉱石跡の短さ見ると蛇行してるのがかわいい。ここまで来ても秋吉台の名前出ないのか。あ、また牛だ。こんなところにも牛が。一応ここは柵があるな、かすかに。見てる。あ、もう一頭いた。うん、おお、シロサギが。あれ、シロサギか。あ、アマサギだ。
顔がオレンジ色のやつ。ああ逃げた。確かに甘すぎだ。映るかな。前あれはなんかコンバインが土を掘り返していく、後ろをついていきながら虫食べてるの見たことある。なんで用心深いな。駒って読むんだあれ。木の間と書いて駒。当たり前か、読み方としては。あれはシラサギかダイサギかな。シラサギの中の中サギかダイサギかな。ここにいるのは多分アオサギ。なんでぐるぐる回ってんだろあれ、これ峠か。ここは小野峠。電波あるかな。小野峠だ。ここだ。動画の方から見るとうっとしてたと思うんですけど、リアルタイムの方にも伝えるためにツイッターで
思うかな。ちゃんとこれ録音できてるかどうかが心配になってきた。うん、一応動いてる。よしと。このなんか、まあ、お地蔵さんというか、あれが一応峠の守り神みたいなもんなんですかね。よいしょ。背中にいろいろ供え物の跡が捨ててあるな。なかなかおしゃれ。あれは茶道家か、茶道かな。やっぱ佐渡だ。なぜか佐渡のハンカチが。朝顔のも可愛いですね。どこ行ってんだ。マイクはどれだ。これか。あ、大丈夫かな。すぐ下に集落見えてる。よっと。ああ、隠れて見えないか。ん？あの道は、あ、これから降りる国道があれか。
これはかなり国道らしいですね。国道っぽい道。何これ、炭焼き小屋かな。あ、こっちにもある。えらい崩れっぽいですね。地味に登る。もうすぐ1時か。またど真ん中に雨粒がついてる。すごいな。
うわ、登ってる。こっちか、この辺か、これか。またちょっと上げてみます。あ、そういうの飲み水が一昨日の麦茶しかない。どっかで補給しないと。結構車が来る。大丈夫か。
涼しいけど、これはすぐ寒くなるな。ああ、自販機違った。タバコの自販機だった。飲み物の自販機がない。あ、トロ温泉3500円、シルバリンとこだ。予定ルートではまっすぐか。右行ったら山越えで、まっすぐ行ったらまあまあか。寒くなってきた。あれ？こんな下っていいのかな？やるなぁ。お、ゆっくり走る秋吉台。やっと名前が出てきた。
お、自販来た。あったかいもの1本とお茶500かな。こんにちは。結構なります、うん、あったかい。遅いな。あ、425だ、少ない。まあまあ、すみ、これ太さを調整できるペットボトルホルダーです。お、ウェブカメラもまだない、浸水してない。秋吉堂、秋吉台と秋吉堂はどう違うんだ。あれ、秋吉堂の吉も違うような。ん？途中曲がるのか、予定ルートだと。すいません、やっぱり秋吉台と秋吉堂は違う。
場所も違うのか。大正堂、秋吉堂、カルストロード、うわ、ずっと走ってる。こんなところから。ああ。こんにちは。うわ、来た。これ厳しい。秋吉台まだまだ結構距離あるよな。いやでも大体入り口か。うわ、排気ガスがあったかい。ランドってのがある。あ、サファリランドか。てる。ああ。ああ、サファリランドに入ると多いのか。ゴールデンウィークの行楽ってことか。ああ、だいたいサファリランドか。なんだ、よかった。
打撃用道はもうすぐ近くなのか。でも私が見たいのは洞窟よりはカルスト台地で石灰岩が露出してる、なんていうのかな、山岳地帯みたいなああいうとこなんで、とりあえず過激用道はパス。増えてきたな車。狭いな。もう1時半近い。ごぼう定食、ごぼう定食、いいな。ごぼうってあのごぼうなんだよな。いや、わからんな。あ、でも混んでるな。まあここで食べていこう。すごいな、この車。